インドの首相は、インドの政府の長。マウント・バッテン教は、1947年8月15日に、インドの最初の首相として、ジャワハル・ラル・ネルーを誓う国連総会で演説する、ラジブ・ガンジー首相。1988年。首相は、インドの大統領に助言し、連邦閣僚会議の長を務める。首相と大統領は、インド議会。 すなわちロークサバーとラージやサバーのいずれの議員も就任可能である。しかし、会員で多数派を占める政党、または連立政権与党の議員である必要がある。首相は議員内閣制に基づく行政府の内閣の最上位の大臣で内閣の大臣を選び、解任できる。政府内のメンバーに役職を割り当てる。内閣の議長である。 首相が長を務める連邦閣僚会議は大統領に任命され、行政事務の管理において大統領を補佐する。連邦閣僚会議はインド憲法第75条第3項より、会員に対して責任を持つ。首相はロークサバーの過半数の信任を受ける必要があり、大統領の指示により過半数を証明できない場合は辞任せねばならない。インドは議員内閣制を取り、 首相が政府の長として政府の行政を通する。銀内閣制では、君主や大統領、総督などの国家元首すなわち国を代表するトップは大抵、純粋に儀礼的な立場を持ってほとんどは首相の助言のみを持って行動する。首相は上院、下院、いずれかの議員でない場合、就任して6ヶ月以内に議員にならねばならない。首相は 議会による法案を確実に通過させるために他の中央大臣と協力することが期待されている。1947年1984年1947年以降14人の首相がいた。1947年から最初の数十年はインド国民会議がインドの政治的な勢力図を完全に支配した。 ナレンドラモディ首相が前任者のマンモハンシンに引き継ぐ。2014年2009年ロンドンサミットでのマンモハン、新首相第69回国連総会で演説するナレンドラモディ首相。2014年憲法には首相が国のトップたる上での事務的なスキームが規定されている。第53条には首相が大統領の憲法上の職務の遂行を支援及び、 助言する、連邦閣僚会議の長であるための事務所の規定がある。第53条、第74条、第75条は、以下の通り。The executive parts of the union shall be bested, in the president and shall be exercised, either directory or through subordinate officers, in co-dense with the constitution. 連邦の行政権は大統領に付与され、この憲法に従って、 大統領が直接または大統領に従属する、役員を通じて行使するものとする。インド憲法第53条第1項、Theer shall be, a council of ministers, with the prime minister at the head to aid and, advice the president of shall, in the exercise of his functions, act in condens with such advice, 首相長とする、閣僚を評議会を設立して、 大統領がその職務を遂行するにあたり、支援及び助言するものとする。インド憲法第74条第1項、The Prime Minister shall be appointed by the President and the other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister。首相は大統領によって任命され、他の大臣は首相の助言に基づいて大統領によって任命されるものとする。 インド憲法第75条第1項ほとんどの議員内閣制のように大統領は儀礼的な存在で任期は憲法に規定された通りで法の支配は内閣や立法府の助言に従う。首相は政府の長として行政権行使に責任を持つ。大統領の憲法上の職務は憲法第60条にある通り憲法と法律を維持、保護、擁護することである。 憲法では首相については4つの条文でしか言及されていないが、ロークサバーの多数派の支持をもって政府における重要な役割を果たしている。議員資格の原則を規定する憲法第84条と首相の資格を規定する憲法第75条、そして首相の役職をプリムス・インター・ペアーズと表す主張によれば、首相には以下の条件が必要とされる。 もし候補者が首相に選ばれたならば、すべての主企業や政府の企業の役職を辞任せねばならず、退任後に就くことになる。ナレンドラモでの最初の先制式憲法の別表3に基づいて、首相は大統領の出席の下で、就任前に就任先生と秘密保持先生を行う必要がある。I, name, do you swear in the name of God? Solemnly affirm that, I will bear true face and allegiance to the Constitution of India as by law established, that, I will uphold the sovereignty and integrity of India, that, I will face free and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union and that, I will do right to all manner of people in co-dense with the Constitution and the law. Without fear or favor, affection or ill, will, constitution of India, third schedule, part ii, name, do swear in the name of God, solemnly affirm that, I will not directly or indirectly, communicate or reveal to any person or persons, any matter which shall be brought under my, consideration or shall become known to me as prime, ミニスターフォーザユニオンエクセプトアズメイビールクワイアードフォーザデューディスチャージオブマイデューティスアズサッチミニスターコンスティテューションオブインディアサードスケジュールパート2首相は大統領が望むままに勤めるので大統領の信任があれば無期限に勤められるしかし首相にはロークサバーの信任が必要であるしかし議会の過半数の信任がないならば ロークサバーの人気満了とともに、首相の人気も終わる可能性があり、これは、不信任決議と呼ばれる。これまで3人の首相、インドラ・クマール・グジュラール、デイベーベ・エガ・ウザ、アタル・ビュハーリー・バージッペイーがこうしたやり方で辞任した。さらに任期中の辞任もあり得る。モラルジー・レーサー・イーが、任期中に辞任した、最初の首相である。また、人民代表法にある議員であるための、 必要条件を満たせなくなった場合も首相を辞任することになる。インドの首相はインド政府の機能を統率して権力を行使する。インドの大統領は適性を考慮して中央政府あるいは連邦閣僚会議として知られるインド政府を設立するために会員の多数派を率いる人物を首相に任命する。実際に首相は 連邦閣僚会議の大臣を大統領に推薦する。首相と大統領はまたいわゆる内閣として知られる、核となるべき大臣のグループを決める。その大臣がインド政府の重要な役割と省庁を担うことになる。首相は責任持って大統領がザ・ガバメント・オブ・インディア・ルールズ1961に基づいて多くの省庁と事務局に政府の職務を割り当てるのを助ける。 これを調整する役割は大抵内閣官房が担うものである。政府の職務を他の省庁に割り振る一方で割り振られないそれ以外の職務を首相自ら担うことになる。首相は内閣の助言の下で予定を組んで議会に出席し議員の質問に答弁する。これは首相の立場で職務を執行することが求められているからである。以外に示す。 いくつかの特別な省庁、機関は他の大臣ではなく首相自らが庁として担当する。首相は多くの代表団、首脳会談や政府の庁の出席が求められる。国際会議で国を代表し、国民に対して国やその他の重要事項について演説する。憲法第78条により、連邦閣僚会議と大統領は首相を通して公的にやりとりする。 それ以外では憲法により閣僚会議の外では大臣の一人としか認識されない。首相は大統領に以下の役職に任命する人物を推薦する。首相は内閣指名委員会の委員長として内閣官房長官主導の上級選考委員会の拘束力のない助言に基づいて政府の EN、セクレタリーツーザガバメントオブインディア、EN、 アディショナルセクレタリーツーザガバメントオブインディア、India, EN、ジョイントセクレタリーツーザガバメントオブインディアといった公務員の最高位を決める。首相は議会、大抵は自らが属す会員で長として振る舞う。この役割では首相は立法府において行政府を代表する任務を負い重要法案を発表し公式野党の懸念事項に応えることが求められている。 憲法第85条により、大統領には臨時国会を召集し終わらせる権限が与えられているが、この権限は首相と首相が属す議会に助言のみ従い行使される。ゆえに首相は議会の問題をある程度は管理している。憲法第75条により、議会には首相と大臣の報酬と議会で決められるべきその他の給付金について決める権限が与えられ、 時に応じて更新されている。首相と大臣の元々の報酬は憲法のパート B の表に似て指定されていたが、後に改正で削除された。2010年に首相府は首相が正式な給料を受け取っておらず、月々の手当のみであると報じた。同じ年にエコノミストは購買力陛下をもとに首相が毎年 4106US ドル相当を受け取っていると報じた。 国民一人当たりの GDP の割合からして、すべての国々で最も低いと、エコノミストは調査している。ティーン・ムルティバーバンは、インド初の首相ジャワハルラル・ネルー首相の邸宅であった、ニューデリーにある EN7、ロック・コリン・マーグが、現在の首相皇帝として使われている。最初の首相官邸は、ティーン・ムルティハウスだった。ネルーの後継の首相ラール・バハードルシャストリーは、EN、 10、ジャニューパスを官邸に選んだ。インディラ・ガンディは EN、セイフター・ジュンロードに住んだ。ラジーブ・ガンディが首相として、初めてザ・ナナ、レースコースロードを官邸にして、以降の首相も使った。エア・インディア1がトロントから、ディリク地上では、レンジローバーを高度に改造し、走行化したものが使われる。首相の車列は、3台の走行化された、BMW7 シリーズのセダン。 二台の走行化された、レンジローバー、少なくとも八台から十台の BMWX、五六台のトヨタフォーチュナー、トヨタランドクルーザー、二台のメルセデス・ベンツ・スプリンターの、旧五車から構成される。航空では、エアインディアワンのコールサインで指定され、インド空軍に管理されるボーイング777から300アーズが使われる。航空機の他に、 ミマイナス8のようなヘリコプターが数台ほど首相の短距離移動に使われる。これらの航空機、ヘリコプターはインド空軍により運用される。特別保護グループが着席している首相と家族を護衛する。首相官邸は首相の第一の執務場所として使われる。執務室は南ブロックにあり、20室の複合施設であり、内閣官房、国防省、 外務省が隣接する。インド首相の首席秘書官を筆頭としており、首席秘書官は通常は元公務員で、ほとんどがインド行政職出身であり、稀にインド外交局出身である。首相の配偶者は、時折首相の外遊に同行することがある。首相の家族も、また、特別保護グループによる保護を受けている。元首相はバンガローに権利を有し、 現職の首相とほぼ同じように便宜が図られる。15人の秘書が5年間付き、公的支出が保障され、年に6枚の国内線のエグゼクティブクラス航空券が与えられ、特別保護グループによる保護を受けている。さらに、元首相はインドの優先順位で第7位に位置づけされ、内閣の大臣や州の首相と同等とされる。元大臣と同じように、 首相もまた退任後に年金を支給される。2015年では、元首相は月に2万インドルピーを受け取る。さらに、5年以上勤めたならば、毎年1500インドルビーが追加支給される。歴代首相の中には、デーベーガウダのように、退任後に重要な業績を残した者がいる。彼は2019年まで、ロークサバーの議員を務め、また、マンモハンシンは、 ラージア・サバーノ議員を務め続けている。2018年8月17日にニューデリーで行われた元首相、アタルビュハーリー・バージペイの創立の長め首相は国葬の対象である。慣例で元首相が死去した際にはインド全域で追悼の日が宣言される。いくつかの施設には首相にちなんで名付けられている。ジャワハル・ラアル・ネルーの誕生日は インドの子供の日として祝日になっている。首相はまたいくつかの国々で記念切手が発行されている。首相は多くの基金を主催している。国防基金は1962年に勃発した中印国境紛争の直後の時期にインド政府が設立した。首相が基金の執行委員会の委員長を務め国防大臣、内務大臣、 財務大臣が委員となり、さらに財務大臣が会計も務める。委員会の秘書は、インド政府の共同秘書であり、国防基金の議題を取り扱う。ウェブサイトによると、基金は、国民からの自発的な寄付に完全に依存しており、予算上のいかなる支援も受けていないとされる。基金への寄付は、インドの所得税法のセクション 80G に基づいて、税金が100%控除される。 首相の国家救済基金は1948年にパキスタンから避難した人々を支援するためにインドの初代首相ジャワハルラ・ラール・ネリューにより設立された。現在は第一に地震やサイクローン、洪水といった自然災害で亡くなった人々の遺族を支援するために、また第二に慢性的で死に至る病を抱えている人々の医療費を保障するために使われている。 PMNRF への寄付は、インドの所得税法のセクション 80G に基づいて、税金が100%控除される。インド最初の副首相、バルダブバーイ・パテールインドにおける副首相の役職は、厳密には憲法に規定されているものではなく、議会の議決によって言及されているものでもない。しかし、歴史的に多くの場合で、政権ごとに上位の大臣の一人が副首相として、 割り当てられている。憲法の規定に副首相の任命要件はなく、特別な権限を与えられているわけでもない。通常は財務大臣や内務大臣といった上位の大臣が副首相に任命される。副首相は首相の次に上位とみなされ、首相が不在の際には副首相が代理になる。一般に副首相は連立政権の強化のために任命されている。 最初に副首相に就いた人物は、バル・ダブ・バー・イ・パテルであり、ジャワハル・ラール・ネリュー内閣で内務大臣を務めた。ありがとうございます。